く。さあ雨降ってるけどやっていきましょうか。今日は DOD のなんやったっけ、パップ風テント、今まで一番ちっちゃいテントを張りたいと思います。狭いな。共床スペースでここに犬と一緒に寝るんやで。マジか。超狭小スペースやな。この中にワンズ3頭入んのかな。めっちゃ心配になってきた。こんだけしかないんで、まあ2人用っていう設定らしいからしょうがないねんけど、よいしょ、こんな感じでできてます。できましたけど雨が全然止まへん。あんたたち降りれないね、雨なもん。めっちゃ降ってますぜ。どうにもなんないね。そこでちょっと辛抱だね。先ドッグランいたからいいでしょ、ね、ちゃんと撥水しとるよ。まあ皿やからそれは最初は撥水するやろうけど、ポリコットンやからねこれは。いやーもうまだまだ雨だよ。どうすんのこれ。犬出されへん。一応囲いまではしましたけどね、出せねえよ。火もたかれへんし、一応セッティングはできました。服も何にも持ってこへんかったし、インフレーターマット忘れた。アホちゃうわほんまに。あー寒い。とりあえず火起こしていきます。はい、今日はテストがてらにガーバーグ持ってきました。とりあえず火起こしてみないと。寒くておられ。あー寒い。やっぱ強靭やな。最後最高フルタング買ってよかった。ガーバーグ、よっしゃ。あとはフェザー作って。あ、作りやすいよ全然。いろいろ持ってきたのな今日は。カンスボルも持ってきたし、ヘビーデューティーも持ってきたし、いろいろテストしてみようかなと思って持ってきたんですけどね。つかないとどうしようもない。ついた。
はあ、よしよし、どうすべきよ。火がついた、火がついた、完璧、よし、あったけー、もう最高、あったけー、さあ寒かった、もうよっしゃ、やっと降りたね、よかったね。ドロドロなるやろうけどな。お水あるよ、そこ。はい、今日はね、先日のシラカップで、やってた高千穂の郷土料理、宮崎県のかっぽ鶏っていうのをやってみたいと思います。竹切って岡山から持って帰ってきたよ。一節さ、うまいことできるかね。どのぐらい、このぐらい、わからんけど、こんなもんや。これ以上切ったか、切りすぎかな。いや、ちょっと切りすぎたかも。いい感じやん。これ安定してちゃんと置けるかな。あ、ふたふたふた、ほらいいだ。あ、うまいこと割れるもんだね。よし、中ちょっときれいにしよう。くずがまだいっぱい残ってるからね。あ、そう、こんなにきれいにすぐ割れるんだ、さすが竹。この間のシェラカップは基本ですの、あの生中継っていうか生放送で うち紹介されてました、ね、車に貼ってるって言って。シェラカップは基本あれ。見えないね、これじゃよ、ほらこんな感じで宣伝効果にあんのかな。結構大きく作ったんやけどな。美酒邪魔。おいで、ほらベーシックって、おいおいおい、近すぎんねん今度は。ベーシック、まあ、いろんなもん貼ってますけどね、うちの車は。上もチチリーズファクトリーって入ってますけど、ちょちょちょ、 まだ勃発してんの、ね、うざ。雨の分ロスした、もう日暮れてきたやんか。よいしょ、ちょっとこの奥さんも改良したんですけどね、だいぶ深く掘り直した。ちょっと浅かったよね、だいぶかっこよくなったよ。はい、それではね、作っていきたいと思います。よし、鶏肉、手羽中を昨日ばらしてきました。ぶなしめじ、舞茸、
エリンギ、えのき、しいたけ、スーパーに売ってるキノコ類全部買ってきた。それとニラ、ニラと本当はニンニク切ったらいいねんけど、ニンニクが家になかったのね。で買ってくるのも忘れたのね。だからニンニクチューブにします。それをこの中に入れて、味付けはね、いやいや、シュラカップではめんつゆって言ってたから、とりあえず、山盛りのそうめんつゆ、いや、そばつゆでもよかったんけど、こっちの方が私好きやね。なのでこれにします。そんなでもいっぱい入れられへんかな。ちょっとずつ入れたって結局一人分ではめちゃめちゃ余るから、それはみんなで来てりゃそら食べれるけど、私は無理やもん。はい、それでは全ての食材が入りました。すごい量やけど、これだけで十分なんかいけそうやね。よし、できんのかな、うまいこと。いや、できたで。これでさあ、うまくいったらおなぐさんに、いきまっせ、いきまっせ、せーの、ドン。安定するよ。なんかすごい音してくるのか、シュワーって。あ、大丈夫なんかやこれ。めっちゃ心配やわ。できんのかな、こんなんで。吹いてきた、吹いてきた、吹いてきた、マジで吹いてきた。おおおお、もういい、もういいんちゃう、もういいんちゃう。ちょっと吹いてきた、吹いてきた。よっ、できたっぽい。うわ。すごいことなってんねんけど、もうこんなんでいいのかな。よいしょ、あちちちち。てん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 。いやー、もう回しにくっ。ではちょっと食べたいと思います。さあ、どんな味するんだろうか。よし、いただきます。いや、味付けはもう、うわ、すごいことなっとんな。いや、どうなのこれ。すべてのキノコ類が入ってるけど、いただきます。うまいな。これうまいわ、ほんまに。宮崎県高千穂の郷土料理、かっぽ鶏。美味しいわ。うん、あのね、椎茸もすごくいい味出てる。
完食。美味しかった。うん、これは全然いけるわ。竹に穴が開かないのはびっくりや。こんなもん。ちょっと多いか。まあまあまあこんなもんやろ。ただの石や。も買ってきたよ。ほら霜降りのめっちゃ綺麗くない？まだか、もうちょいかもしれんな。ところどころなんやな、これ十って言うてんの。中はまだ全然やな。それでは温まったと思うので、肉焼いていきたいと思います。うお、すげえな。普通に鉄板で焼いたらうまいのにな。なんでこんなことせなあかんねやろ。いやいやいや、これはこれで美味しいはず。いくよ。おお、すげえ、楽しい。くっつかへんかな、くっつかへんかな。一応オリーブオイルは乗せてみたけど、あ、大丈夫だ、くっつかへん。すげえ、すげえことになってる。そしたら揚げましょう。ほいよ、ほらできた。すごいね。いや、美味しそう。すげえ、石砕けた。熱っ。うわ、石割れてる。せーの、オープン。できてるじゃん。うわ、美味しそう、ほんまに美味しそう。焼きまーす。あ、うまい。めちゃめちゃうまい。石の上でも焼けるってわけだ。ネギ一本。野菜がなかったからネギ一本。ネギ焼き、ネギを焼こう。ちょっと伸ばそうか。ネギ焼きすんねやったらもうちょっと伸ばさなあかんな。どうできたかな。真っ黒になったね。美味しそうやん。これ美味しそうというかどうか分からへんけど、ネギを揚げたいと思います。はい、ネギできた。ネギ焼き。うわ、これ熱いで。全然よっ。
わあ、綺麗。熱っ。よいしょ。取れるかな。あ、取れたな。あ、取れた取れた。よっ。うお。熱そう。よいしょ。えっ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。熱い。よいしょ。握ってきた。はい、おネギ。はい、いただきまーす。甘っ。なんじゃこりゃ。ネギ食ってるっていうか、なんかぬたえの甘いの食ってるみたいな。ネギうめえ。とろっとろ、うん、おいしい。うん、完食。ごちそうさまでした。はあ、うまっ。